ループレヒト・フォン・バイエルンは、バイエルン王国の最後の王太子バイエルン公ライン宮中白。1869年、バイエルン王子ルートビヒト・エスター・イコール・エステ大公女、マリア・テレジアの長男として、ミュンヘンに生まれた。第一次世界大戦では、ドイツ陸軍第六軍の指揮官を務め、1916年には、元帥となった。1919 19年に、 母のマリア・テレジアが死去したためチャッコバイトの支持するイングランド王ロバート、スコットランド王ロバート4世となった。1921年には父の死去によりバイエルン王家の課長となった。1939年にイタリアに亡命したが、妻子をはじめとするバイエルン王家の人間がハンガリーに残留していたため、 1944年に逮捕され、ザクセンハウゼン強制収容所やダッハウ強制収容所などに収容された。1945年のナチスドイツの降伏後に、ようやくミュンヘンに戻ることができた。1955年、シュタルンベルクのロイトシュテッテン城において86歳で死去した。1900年、ビッテルスバフハ家冒険の同族である、バイエルン公。 カールテオドールの四女マリー・ガブリエーレと結婚。三男二女を設けたが、成人したのは一人だけだった。マリー・ガブリエーレとは1912年に死別した。1921年、ルクセンブルク大公ギオーム四世の四女アントニアと再婚し、一男五女を設けた。アントニアとループレヒト、ありがとうございます。